助かりますね。ダンスじゃないの、助かりますね。今日初めて聞いたの。うん、初めて聞いた。でもなんかあんまり覚えてない。おい、ちゃんと聞け。やっぱじゃあ CD で一回聞くのが好きです。28日の昼声、ランちゃんの隣でチーム K ってランちゃんと一緒に言ってくれたので嬉しかったです。おお、よかったです。やっぱ王道がいいなって思いました。ネイルかわいい。え、そう、ランからもらったやつ。そう、私はね CD、 なんていうのこれ、なんていうのこれ、 CD ラジカセを持ってるから、私はこのねラジカセでいろんなものを聞くのが好きなんですけど、やっぱ CD で早く聞きたいなっていう、なかなかいないでしょ、うん、そう。キーちゃんがねこの前なんかずっと頭に久しぶりのリップグロス流れてるわみたいな話してて、私全くわかんないからふーんってうーんって適当すぎてごめん。聞いたことないからわかんないやつって聞いたことないからわかんないやつ。ちゃんと CD で聞いてるのすごいってでしょ。これでラジオも聞けるんです、 AFM。 そう、ラジコだとあのペー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 が聞けないから、そう、いやそう聞けないんで、新曲の衣装今の僕たちに似てるなと思いました。色合いがな、うん、今 CD ウォークマンが猛烈に欲しい。あー、いいですね、 CD のウォークマン。ウォー、こんばんは。重いけど私は多分これ一生連れ添うと思う、ソニーのデカラジカセ。マジで重いの。そう、本当に重すぎて、でもいい音出してくれるんですよ。ポータブルテレビって知ってる？え、わかんない、どういうの？こんばんはね。そして沖縄で着る予定だったあの伝説の水着がやっと、ってか水着あったんだね。あったんだね水着、まだあるんだ。私は多分もう着れないけど、ちょっとねでかくなりすぎたんで、でかでかくなってしまったもんで。ね。そう、実はあのウォータースライダーから降りてくるっていう演出だったんですよ。そう、あのな、沖縄も本当に全メンバーウォータースライダーで登場するみたいな。そう、おもろかった。そう。うん。あれでも。ね、それをまさか今この時代に見られるだなんて思わなかったっす。ここぞとばかりにひなしゃをあげてしまった。ここぞとばかりに。そう。
ひなのリップはいつ見れますか？ひなのリップ、あ、じゃあ最近のひななが付けたリップを、これですね。これ リセットじゃなくてリップなんですけど、薄くない？あすごい、赤いんですよ。人食ったみたいな色したリップなんですけど、そう、かわいい。これ賞味期限が2024年1月17日までです。人食っただいぶコンパクト、うん、ね、いい色してます。え、マジ本当賞味期限あるんです。だって食べ物だから、うん、まあ、味的にはチョコレート変わりないな、うん、ね、すごいスルって入れられるからいいですね。寒い寒いよ、みんな冬になっちゃうってどういうことだってばよ、どういうことだってばよ。こんばんは。クリスマス来ちゃう、それな、クリスマスとかもマジでもう来んだったらもう来てもう来るなら来い、覚悟は決まった、来るなら来い、うん、10月くらいまで暑かったイメージね、それな、多分さ5月ぐらいからもう暑かったじゃん、それのせいだと思われる。それのせいなのかしらなぁ、なんて思ったりしたりして、うん、こんばんは、うん、来るなら来いです。早くは冬が終わって春になって夏になってほしいですね。うん、エリーの笑顔の写真めっちゃ良かったよと、そう、なんかエリーのいなしゃってあんまなくて、あれとなんかもう一つ、花火ありがとうございます。だけどどっちかって考えた時、うん、あれ 4K で保存できるのですごくない？ 4K で保存できちゃう、うちの写真って実は初めて知った。うちの写真って 4K で保存できるんだって。じゃあ今までのやつもそうだったのかな。本当だ、読み込めんじゃん 4K で最高画質じゃん。字は
4K で保存できてしまう。うちのすごい読み込んだぜ。 ね、4K だって。でもさ、写真さ、大体、この自撮りも 4K で読み込める？ 4K で読み込んだらどうなの？ 何が行われるの、 4K で。めっちゃ画質良くなるみたいな。こんばんは。この表示出るの珍しい。 うちの全部 4K で読み込めるらしいんで、 4K 認定。分かんない、どういう基準で 4K になるんだろう。どうなんだ。これも 4K になる？なんない。 誕生日メール届いた。ありがとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。1114日。ありがとうございます。私めっちゃ久しぶりに来た。昨日僕とありがとうございました。レスもお見送りの大声も嬉しすぎ。お見送り大声出すマン。これパシヒコの写真。あ、そう、パシ横の写真。やばい。そう、パシ横のなんかステンドグラスみたいなのいいよね。ウィス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 。雨とか降らないでほしい。眠い。コンサート T のおすすめのアレンジありますか？切る。切ってへそ出しとか。なんかね、T シャツデザインコンテンツとかやればいいの。なしはやっぱ最高って。ありがとうございます。こんばんは。マネー。ドラゴンボール。ドラゴンボールね。いや、そう、今日サホさんとその話したんですよ。サホさんと、ドラゴンボール歩くねっていう。 今回のシャツ背中にドラゴンボール歩くねっていう話をしたんですよ。ガチでドラゴンボールです。 もうみんなドラゴンボールって言っちゃったから、もうドラゴンボール T じゃん。 ねえ、ドラゴンボール T シャツやめて。汗汗。もうドラゴンボールにしか見えん。 マジでドラゴンボール。こんばんは。サオさんの夢本当だと思うとこだった。やばくない？今日の夢。うちのなんかさ、マジで冷や汗かいた。 一番最後のクライマックスの部分が一番冷や汗出た。リアルなやつかと思って。っていう夢を見たんだ。 という夢を見たんだ。
璧な二段落ちでした。マジでおもろすぎた。いやその前にもなんかちょっといろいろあったん、そのサオさんがそのそうなるまでの経緯の前にいろいろあって、まずはその、まずナーミンとサオさんとランダムグッズを交換するっていう推しが出たらあはいはいっつっていつもの光景ね、ラブライブのグッズの交換から始まって、でそうで、あのグッズ何買うみたいな話をして、その時にゆいゆいとなるみとみゆちゃんの合同写真集みたいなのを名前入りサイン付きで、あ、なるみからコメントもらって、そうもらったの、その写真集を、で写真集もらって、なんかその写真集をもらったことについてのなんか取材を受けることになってなんかもらってどうですかみたいな、あそうですね、とても可愛くていいなと思いますみたいな、すごい浅い話して、その取材が終わった後に、そういえば今日の収録って何するんでしたっけみたいな聞いたら、なんかメンバーがいっぱい集まってきてミュージカルが始まってそう、全然もう内容も覚えてないんですけど、なんか急にミュージカルが始まったっていう音楽もあるなんか BGM も流れてるし、そうミュージカル調で教えてくれて、でもマジクライマックスみたいな、そうサオさんがソロで歌唱してる時になんか足つっちゃって、サオさんが痛っつってそうで、なんかその誰かが救急車呼んでなんか担架で運ばれていくっていう、サオさん足大丈夫かなって、うん、治んなくてかわいそうすぎやろ、うちの夢の中のサオさん結構壮大な感じで盛大に教えてくれたのに、今日の収録の内容を教えてってだけなのにめっちゃ張り切ってくれて、私のために私のために頑張ってくれた結果、足つって担架で運ばれてった、落ち笑っちゃう、いやマジで怖かったもん、みたいな、目の前でサホさんが運ばれていく、怖すぎでしょ、さっきまで陽気に歌って踊ってたのにさそう楽屋全部使って、何の内容だったか全く覚えてないんだけど、そうとりあえずなんか披露してくれためっちゃやばい、なんで、多分原因は分かったの、私の夢にサホさんが出てきた原因っていうのはあれなんだけど、その一つ理由があって、サホさんに渡したいグッズがあって、それは絶対渡すぞ忘れないぞって思いながら寝たわけ、そうで夢の中では忘れたんですよ夢の中では忘れたんですよ、で忘れて、あ
ってくんの忘れましたみたいな、気まずみたいな、あんそうみたいななんかめっちゃ気まずい空気流れちゃって、え絶対忘れないってそう忘れてちょっと気まずかった。それを絶対忘れないって夢で誓ったから無事に忘れずに持っていけたけど、そう絶対忘れないぞっていう意思を持って寝たら夢に出てきました、うん、私もあとそう締め切りのやつがあってなんかそうなんか忘れないぞっていうことを念じながら寝るとそれが夢に出てくるんですよ。それの失敗バージョンが出てくるのそうこれを忘れたからこうなったみたいな、そうなんかめちゃくちゃ気まずいしなんか取り返しのつかないことになるみたいな夢を見るの、うん、そうもうどうしようもな、それを忘れたことによってあのこうなってしまうみたいな、だから絶対忘れないぞみたいな、そうこんばんは、そう、そういうのを考えると出てくるんですよね。めちゃくちゃわかる、うん、それな、ね、夢最近全く見ないってぐっすり寝られてる証拠っすよね。取り返しのつかないことでこうなってしまうのは嫌なんで嫌なのでちゃんと忘れずにねやっていこうと思いますよ。夢の内容って大体いつも覚えてるの？覚えてたり覚えてなかったりする。でなんか私夢見るために寝てるから夢見るために寝てるんで、そうだから多分覚えてる。今日の服かわいいってね、かわいいでしょなんて言ってみたりしてなんて言ってみたりしてぬ、炭治郎も着ないんですか？え？炭治郎は、うん、炭治郎は似合う。それにロングスカートとか合わせてる感じ。いや全然あのロンこうなってるね長いスカートこれ1枚で着れますね、うん、やばいって炭治郎服になっちゃってんじゃん、うん、そうワンピースです。エリちゃんのツイートいっぱいいいね来ていいですね。のっけてよかけーのっけてよかけー
本当に眠い。それな、うちも本当に眠いの今。でもお風呂入ってないし、ショールームするし、で起きまーす起きてまーす。ナシャのエディかわいすぎてビビった。やろ、貯めてたねん。貯めてたねんっていうか、出してくれなかったから出せた。はい、のだだなん、どこの何ががちょっとあれわかんないんですけど、どこの何がっていうのはちょっとあんまないんですけど、出してくれなかったから今があったりしたりしなくもないんですね。もうん、7000いいねくらい言ってほしい。じゃあ皆さん拡散しちゃってください。じゃあどちらかというどちらかというとっていうか、オンさんのもねいいと思うんですよ。私オンさんのオンさんのもよろしくな。ガイチオンオンオンザオン。皆さんマジ神っつって拡散する、拡散してもろって、でひなしゃを世に広めてください。うん、ね、浅井なみなみチーム B の自己紹介で腕なみなみってやるの昨日初めて知った。そうなみなみってやってる。でもありがタグタグはどうすればいいんだろうね。ありがパクパクありがパクパクになっちゃう。プラノもなるなるはこれじゃん。ありがタグタグペコペコしてればいいのかな。ね、ハッシュタグやろう。ありがタグタグハッシュタグありがタグタグハッシュタグチーム系。ヘッドバン。ね、いつ新しいのが生まれるんですかね。ズキちゃん、ズキさん、新しいの待ってますよ。なるなるは腕をしっかり締めろとキャプテンがおっしゃっておりました。なるほど。いや、クラノなるなるチーム4っていう機会がないから。そう、その機会は一生来ないんですけど、ナシャズキちゃんありますか。あります。あります。あったりします。だけマナカって名前入ってないんだ。確かに。ありが田口マナマナ。なんかちょっとありがタグタグ。ありがタングタングチームケン。ありがタングタングチームケン。ありがタングタング。
ありんがたんぐたんぐ、ありんがたんぐたんぐ、チーム系。皆さんが撮った加賀楓さん見てみたい。やばい。いい写真しか撮らん。そういうイベントないのかな。 うちがもう業者になるしかない。 本業をそちらに移すことしかない。選択肢は正直言って。確かに欲しいね、亀戸籍。でもなんかそのハロプロを見てる人ってなんかそのメンバーの顔っていうよりかメンバーのパフォーマンスを見てるイメージがある。顔は可愛いっていうのは大前提として、なんか何を見てるって、すごいパフォーマンスをじっくり見てるイメージやったりする。そう、だからみんな撮らないのかなと、撮ることがないのかなって思うけど、ね、どうやるか。武道館行くまでの道どこで売って売るか。金魚、金魚くん。いや、顔の前を横切る金魚。おいおい。おいおいおい。こんばんは。なんか今日ちゃんとしたものを食べてない気がする。 ちゃんとしたものを食べてない気がする。みんなはいっぱいご飯と味噌汁を食べるんやで。ああ、たこ焼き食べた。たこ焼きを食べました。おいしい。たこ焼きおいしい。昨日寿司食べた。いいな。でも寿司食べる予定あります。 あります。夜食どん兵衛我慢した。えらい。褒めて。えらすぎる。さすがに。さすがにね。そう。夜食べると、ね、あんまり。よくないかもしんないじゃないですか。 そう、偉いです、それは。続けていきましょう。夜食を食べない生活。たこ焼きってなんで美味しいの？それな、たこ焼きって結構汎用性あるよね。こんばんは。
何時以降だと夜食になるの？10時とか。それは嘘。12時超えてからかな。タコパしたいってね。タコパしたいけど、なんか一人になっちゃう。切なすぎ。赤い石焼き。おお。食べたことないかも。どんなの？お台場になんかたこ焼きミュージアムみたいなのがあって、そこでなんか出会ったことあると思うんだけど、食べてはないんだよね。そう、なんか無性にたこ焼きが食べたい時があって、そう、お台場のたこ焼きこの上にあるよね。わかんない、どこだかわかんない。じゃあ見てくるねって。うん、おやすみ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いわい。レイナのたこ焼き普通に美味しそう。食べたことないけど。もういっぱい食べてる。食べすぎてやばい。チーズ明太とか好き。いや、好物さすがに。明太子といえば明太フランスが美味しいよ。それな。うち大体なんか明太なんとかとか、たらこなんとかとか、なんとかたらこ、なんとか明太子みたいなのは大体食べたことある。何が一番好きですか？たらこスパゲッティです。そう、今日見つけたんですよ。たらこスパゲッティ発祥の店みたいなのを見つけて行こうって思いました。でも行ったことあんのかな。なんか行ったことあるような気がしているなと思いけり、こんばんは。ナナってラブライブ好きですよね。大好きです。すごい。ビッグラブやばい、マジでスーパースター来てるわ今自分の中で。そう、おもろ、昨日のおもろ。昨日のマジで声出して笑っちゃった。しきちゃんって子は何のやつだっけ。しきちゃんって子はスーパースターですね。ラブライブって何が一番最初。ミューズが一番最初です。ミューズの締めは錦野真紀ちゃんです。マキちゃん、そう、これは今私が推してる若菜しきちゃんですね。かわいい、かわいいな。さすがにかわいいな。ミューズだけ多分推しかぶってない。すごすぎ。でっかい我がなしきちゃん。でが。でかいしきちゃん。うん、あ、これに挟まるじゃん。ツンデレ、ツン、うーん。
どうなんだろう、髪が短い子が好き髪が短い子が好き。しきちゃんの髪色マジで可愛い。ね、可愛いよね、やっぱり可愛いってショートしか勝たん。ショートになりたいんご。こちらがね、よう渡辺さんですよ。え、私ショート。きたー、推しメン。推しメン、うん、ショートっけ、短すぎるんだよな。うちもね、短く切りたいところ、なんか、もうすごい、めっちゃショートとかになってみたい。ね、渋谷さんですね。ようちゃん、かわゆっ、かわゆっ。いつかラブライブ関連で加賀さんと出会えた話を聞きたい。もう推しと推しが大混雑してる、うん、夏の渋滞ぐらいある、うん、推しみから推しみんって言われるんじゃない推しみん、かわいい、かわいいんですよ。日曜日に加賀さんをトレンド入りさせましたからうちはトレンド入りさせてないんですけど、トレンド入りしたのを見た、うん、推しメンの推しメンが推しメン推しと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 君と虹と太陽とみたいな、もうやめてよ、押しと押しと押しと。でかっ。押し面の押し面は押し面になりますよね。わからしきちゃんです。見つけたらゲットしてください。で、私に流してください。うん。無限回収、若菜式無限回収でお願いします。そう、今ねロールアイスとかでランダムやってんだけど、なかなか出ないんだよね。そう、おしかぶりしんどい、しんどい、かける2でかけ2で出してもらって、業者AKB ってメンバーのポスターはグッズにないよね。そう、ないんですよ。なんでやね。今度カウントダウン TV やるライブにライブライブ出るんだけど、ああいうのは何するの。あ、そう、声優の方が歌って踊りますはい、うん、先日のキーオーダーは若菜、あ、ノット若菜でした。千里でした。千里もっと強くなる嵐もっと強くなる嵐、里もっと強くなるよって有言実行しちゃってんだよね。ああいうのにハマるやつってやっぱりアニオタであるね。私はなんかラブライブが特段にっていうか一番ハマったっていうか、うん、そう、今までなんかいっぱい見てはきたけど、ここまでずっと推してるのってラブライブしかないなって思う、うん、正直。声優が歌も歌えるってすごいな。そう、聞いてくださいよ、リエラさんはですね、歌がとても上手なんですよね。そう、生バンドでライブとかしちゃったりして、
新メンバーはまだね、やってないからライブ見たいんですけど。こんばんは。そう、ローライスのランダム待ってます。アクスタ待ってます。お歌の先生から見てもすごい、なんかね、すごい、私は大田の先生ではないんですけど、声優本当にすごい、踊れるし歌えるし、すげえや。あと歌詞がいいね、そう。何よりもやっぱなんかキラキラしてるから歌詞が、キラキラメラメラギラギラしてる。からなんか青春を思い出させる感じでいいですね。一期生、そう、一期生で、リエラ一期生っていう名目になってんだね。 AKB には秋元大先生がいるじゃない。秋元大先生失恋ソングいっぱいくれるから。大先生失恋ソングいっぱいなんですよ。失恋したのかな、失恋したのかな。今回も失恋ソング、失恋ソング、なんか切ないソング、うまくいってるように見えて実は失恋ソングだったみたいなのが多い。そう、失恋したのかな、マジバル。だってそんななんか連続して失恋ソングってさ、失恋失恋したのかなってなっちゃうし。はじめまして、5連続ぐらいで失恋してます。そろそろ実ってほしいところ。ハッピーエンドにしてほしいところ、大先生失恋しましたか。ね、じわじわ。本当だ、最近のシングルめっちゃ失恋してるじゃん。そうだよ、失恋しかしてない。こんばんは。そう、うち失恋したことないからわかんないけどさ。失恋ソング、失恋した時にぜひどうぞ。片思いか失恋の人。片思いか失恋の人。失恋ありがとうなんてもはやありがとう。そうだよ。でも本当にめっちゃ石書いててシンプルにすごすぎるね。すごい、あんなに言葉ってあるんだって思わされる。うん、あんなに言葉って存在するんだって思ったりするんですけど、すごいね。ってなったところで今日は終わりにしようと思います。終わりです。はい、じゃあね、ランキングで終わりにしようと思います。13位ネズミキャンさんに与えます。12位ノマド系男子とカタンさんに与えます。11位ヨンダーとチラさんありがとうございます。10位ルデイカルダさんありがとうございます。キーキッツさんありがとうございます。8位リリアさんありがとうございます。7位サプライズレバーとチームチラありがとうございます。
6位潮日なら神吉ありがとうございます。5位脇山さんありがとうございます。4位クジラチラポエさんありがとうございます。3位高坊とチムシモヒナありがとうございます。2位葉月さんありがとうございます。1位ブンチャとチムチラありがとうございました。じゃあね皆さん、プレゼント、ひななのプレゼントに困った時は原宿に行って、ラブライブのランダムを買い送りつける、それが一番ですね。ありがとうございました。はい、ではまた。OK 任せて。プレゼントに困ったらどうぞ。バイバイ。